ロシア軍が3ヶ月以上もかけて攻略を目指している東部ドンバス地方ドネツク州のバフムートにおいて、ウクライナ軍守備部隊との間で激しい戦闘が続いているよね。ウクライナのゼレンスキー大統領は10月8日、ウクライナ軍がロシア軍の猛攻撃に耐えていることを明らかにしたな。ウクライナの奮戦は応援したい気持ちになるよね。そうだね。さて今回は、ウクライナ東部ドネツク州のバフムートでウクライナ軍、ロシア軍が激戦を展開していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。バフムートはドネツク州において、ウクライナ軍の勢力下にあるスラビャンスク、クラマトルスクの東南にあり、ドネツク州のロシア支配地域に突出した位置にある要衝で、ロシア軍が制圧できない場合には、ウクライナ軍がここを橋頭保とすることで南にあるドネツク州の州都ドネツクや、北東にあるルハンシク州のセベロドネツクをリマン方面から攻撃する形で奪還することが可能となるんだ。また、ロシア軍から見ればスラビャンスク、クラマトルスクを攻略するために、必要な要衝であることから3ヶ月に及ぶ攻防戦となっているぜ。ウクライナ軍は8月末以降、東部のハルキウ州を取り戻し、ドネツク州ではリマンを奪還して、侵略開始以来全域を制圧されていたルハンシク州の東部に攻勢をかけているんだけど、バフムートを落とされるような事態となった場合には、その進撃に陰りが生じる可能性が指摘されているね。バフムートには激しい戦闘が続いているにもかかわらず、民間人の一部が市内に留まっていて、ロシア軍の空爆の中犠牲者が出ており、ゼレンスキー大統領はアメリカなど、西側諸国に対して空爆を防ぐための防空システムの供与を願い出ているぜ。市民が犠牲になることをゼレンスキー大統領は良しとしないだろうからね。現在バフムートの攻略に当たっているのは、東部戦線において敗走を続けているロシア正規軍ではなく、ドネツク州においてドネツク人民共和国を自称している同州の新ロシア派武装勢力の部隊と見られていて、同勢力が7日に発表したところによると、バフムートの周辺にある村落を掌握したとしており、これが事実であるとするならばバフムートのウクライナ軍が包囲された形になっている可能性があるとされているよ。ドネツク州は長年にわたって、ロシアの支援を受けた新ロシア派武装勢力が州の一部を支配し続けており、今回のウクライナ侵略においてはロシア軍にとって重要な戦略目標となっているんだけど、同州の一部を含む東部と南部の前線一帯では8月末以降、ウクライナ軍の奇襲とも言える反転攻撃を受けたロシア軍が驚き回想状態になって後退を強いられているみたい。ドネツク州でドネツク人民共和国を、またルハンシク州でルガンスク人民共和国を自称している、新ロシア派武装勢力にとっては、ウクライナ人でありながらウクライナ政権に組み込まれることを良しとせず、ロシアへの併合を望んでいるためにウクライナ軍が国土を奪還することを、防がなければ自分たちの身の置き所がなくなるからな。そのため、その士気はウクライナ軍と同様に高いものと見られ、何としてもバフムートを攻略しなければならないとして、猛攻撃を続けているのであろうされているが、もしバフムートの攻略に成功したとしても、その周辺のロシア軍が撤退してしまっていては逆に包囲を受けることになるぜ。ウクライナ軍がスラビャンスクからバフムートに増援を送る余裕があるか、あるいはリマンを奪還したウクライナ軍は大方の味方ではそのまま投進して、ルハンシク州のセベロドネツクの奪還を目指すと見られているんだけど、これらの部隊がリマンから南下してバフムートの救援に向かうような動きを見せた場合には、包囲していると見られる新ロシア派武装勢力は攻撃されることになるよね。いずれにしてもウクライナ軍がバフムートの防衛に成功できるかどうかは、援軍を送ることができるかどうかにあるってことか。その一方で、10日にウクライナの首都キーウに現地時間の午前9時半頃に数発のミサイルが着弾したことが報道され、8日に発生したクリミア大橋が崩落した爆発をウクライナ側のテロと断定した、ロシア側からの報復攻撃ではないかと見られているよ。ロシア連邦捜査委員会のバストリキン委員長から報告を受けたプーチン大統領は、ロシアにとって非常に重要な民間インフラを破壊することを目的としたウクライナ側のテロ攻撃だと断定した上で、計画、実行、依頼人はいずれもウクライナの情報機関だと語り、ウクライナ保安局が関与しているとの認識を示していたんだ。これに対してゼレンスキー大統領は、自身の SNS に彼らは、我々の存在を消そうとしているとして、南東部のザポリージャで寝ている人や、東部ドニプロや首都キーウで通勤中の人たちを殺そうとしている、とロシアによるミサイル攻撃を強く非難しているみたい。そして、ウクライナ全土で防空警報が鳴り止まずミサイル攻撃が続けて発生しており、残念ながら亡くなった人や怪我人が出ているとした上で、避難所から出ないでほしい。自分と家族を守り、持ちこたえてほしい。とキーウ市民をはじめウクライナ国民に対して呼びかける投稿をしたよ。プーチン大統領が、ロシアが一方的に奪い取ったクリミア半島に勝手に架けた橋を爆破されたことを、
ウクライナによるロシアの民間インフラを破壊するテロと断定するならば、2月24日以降にウクライナの各主要都市のインフラにミサイルの雨を降らせている行為こそが、ロシアによるウクライナの民間インフラを破壊するテロではないかとの指摘が、インターネットや SNS に挙げられているんだって。ウクライナではキーウの他にも9日に南部のザポリージャのアパートなどにロシア軍によるミサイル攻撃があり、少なくとも14人が死亡、11人の子供を含む70人以上が怪我をしたことが明らかにされているほか、その他にも報復と思われるミサイルが撃ち込まれていて、ウクライナ軍のザルジニー総司令官は10日、ロシア軍が8日から10日までの間に、ウクライナに向けて75発のミサイルを発射し、そのうち41発をウクライナ側が防空ミサイルシステムによって迎撃したことを明らかにしているよ。ところで、このクリミア大橋の爆破に関して、ロシア連邦捜査委員会のバストルイキン氏は、多くの目撃者への尋問や専門家による調査の大部分が完了したとして、大規模な民間インフラの破壊を狙ったウクライナ特務機関のテロ行為だと断定していて、関与した容疑者を特定したと説明しているんだけど、ウクライナ側では当初は関与したことをほのめかすような発言が見られていたものの、その後ポドヤク大統領府長官顧問が、ロシアの情報機関でかつてプーチン大統領も関わっていた旧ソ連時代の、国家保安委員会 KGB の後継組織である連邦保安庁 FSB が爆発に関わった疑いが強いとの見解を、ツイッターに書き込み、爆発した車両がロシア側から向かっていたことなどからロシア側による自作自演であるとしているね。これについてロシア側はトラックの運転手はインターネットを通した発注によって荷受けしただけで爆破への関与を否定し、インターネットで輸送を発注した荷主による計画的な犯行であるとして、荷主がウクライナ情報機関 SBU であった可能性が高いと主張しているんだ。ロシア国防省はクリミア大橋がこの先も通行に支障をきたすことを受け、これまでクリミア大橋からクリミア半島を経由していたヘルソン州やザポリージャ州に展開するロシア軍部隊への補給ルートについて、銅橋が復旧するまでの間の補給路としてドネツク州からの陸路を全面的に使い、一部は海上輸送に頼ると述べているな。しかしながらトラックによる輸送以上に一度に大量の物資を輸送できる鉄道が使用不能になったことは大きく響き、今後南部におけるロシア軍部隊への補給量が減少することが予想されているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。